さあ始めよう。2つのシステムが円滑なドライブスルーサービスをサポート、店舗運営に新しい価値を提供します。ドライブスルーソリューションは様々な店舗形態に合わせた最適な運用が可能です。最近は特によく利用してます。こういう暑い日とか、あと天気が悪い雨の日とか、天候を気にせずに楽しめるのがありがたいです。子供がちっちゃいので、店内で騒いじゃったりすると、周りに気を使っちゃったりするので、ドライブスルーをよく使いますね。子供たちも喜んでます。車から出なくて済む、その利便性の高さに改めて注目が集まるドライブスルー。ウェンディーズファーストキッチン様ではドライブスルー対応店舗を新たに神奈川県秦野市にオープン。秦野の中心のところは車社会というところがありましたので、普段お店の方で来られないお客様というところが、正直未知数なところも私もありましたけど、大きく期待以上の成果が挙げられました。ドライブスルーのオーダーでお客様それから従業員ともに聞き返すっていうことが一回も起こってない、もうすごく自然なんですよね。それこそヘッドセット越しじゃなくて隣で普通に喋ってるように聞こえたり話したりできるっていうのが一番の特徴ですね。これ最初つけてお客様と話して、こう車が移動したら自動的に切れるっていうか、あれがすごい便利でして、あと仲間同士だけで、メンバーだけで話できるっていうのは利点かなって思いますね。はい、はい、こんにちは。ご来店ありがとうございます。マイクに向かってご注文をお願いいたします。はい、ウェンディーズバーガー USA のセットでお願いします。ウェンディーズバーガー USA のセットで、セット下なら A から D でお選びください。はい、 A セットで。 A のセットでかしこまりました。ポテトのフレーバー画面左下からお願いいたします。はい、フレンチフライでお願いします。フレンチフライでかしこまりました。お客様の評価の中でスピードに対するウェイトっていうのは非常に大きいんですね。まずそのリアルタイムで今このお客様に何秒かけてるんだよっていうのがもう画面上で出てきます。で、目標タイムっていうのをやっぱりお店設定するんですけど、その目標タイムに対してどうなのかっていう評価が色で表示される。パッと一目見てお客様の要求に対してニーズに応えられてるのか、それともちょっとお待たせしちゃってるのか、かなりちょっと迷惑かけてるのかみたいなことがすぐ分かると。で、あともう一つはデータの蓄積がされるので、どこにそのウィークポイントがあるのかっていうのをもう数字からの分析ができる、分析をもとに戦略が立てられるというのが非常に大きな特徴ですね。ヘッドセットで内線機能をうまく活かしてお客様誘導をしたり、あとタイマーシステムをしっかり活用することによって一つ一つ問題点を改善していく、やはりこういったところのノウハウをしっかりと蓄積することによって、それがやはりお客様の満足につながりますし、リピートという形で今後活かしていければなと思っております。利用者の利便性を高め、リピート率満足度アップに、人手不足を解消しながら売上アップにも貢献。店舗運営に新しい価値を提供するドライブスルーソリューション。Orchestrating a Brighter World, NEC.